おはようございます。おはようございます。ゼンです。今日はですね、アコーディアさんの東京湾カントリークラブに来ております。もう都内から50分ぐらい、めっちゃ近かったです。まあ、今また今日一人で映ってるんですけど、可愛いゴルフ女子呼んでおります。どうぞ。こんにちは、マリンです。マリンちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。マリンちゃんはあのアキちゃんと上達ラウンドの時にあの出演してくださって、なんと大学4年生ということで大学生ゴルフ女子でございます。若いですよ、私ともう10校以上違うんで。山ちゃんどうしよう。いやでも僕と倍違いますよ倍違いますかお姉さんお兄さんに囲まれて頑張ります。いやおじさんだよ俺山ちゃん、でもそんな感じですか、はい、ということで今日はね、マリンちゃんにまた出演いただいて、まあ、ラウンド動画撮っていきたいなと思います。いいですか。はい、頑張ります。今日はどんな目標でいいですか。目標、はい、どうしようかな。どうしようかな。この前が、うん、緊張しちゃった。そうなんです、あき、うん、ちゃんと一緒にラウンドさせていただいた時に100を切れなかったので、うん、今日はちょっと100切りを目標に頑張ります。はい、わかりました。はい、100切りを目標に頑張りましょう。はい、行くぞ。お可愛い今日は倉波コースからで、最初1番は今で134って書いてあるけど140、50ぐらい。50ぐらい、遠いショートですね。はい、珍しいショートからのスタートですね。7番ユーティリティで打ちたいと思います。はい、はいはい、ではよろしくお願いしま す。よろしくお願いします。あるね。ありますかね。あるある。筋トレ後で背中が痛いあ、悔しい。お願いします。お願いします。よし、全然手前でした。今日は 8.5 フィートです。18で打ちます。パー圏内。アプローチで打ちます。あ、あでも大丈夫。うまい。うまいですね。悔しいな。ございます。パーです。ナイスボギーです。ナイスボギー。ありがとうございます。ナイスパーです。ナイスパーです。ドライバーです。339ヤードパー4です。マキイロ旗。右側がいいけどね。右側。ちょっと右すぎ、もう大丈夫かな。あ、戻ってきました。オッケーオッケーオッケー。あそこちょうどいいんですよじゃあ狙うはあそこです。わかりました。
左行った後、キー、まあでも、アキちゃんの距離だったら大丈夫か、旗でも。見たことないけど。距離見たことないけど。旗まで200ぐらいだから。はい。おお力強い。ナイスショー。飛ぶね。飛んでる。あーよかった。おーすごい。真ん中。ナイスショー。ありがとうございます。すごい。っしゃめっちゃ飛ぶじゃん。よかった。楽しいですね。震えた。震えた。震えた。あでも確かに私も一番最初撮影で震えたかもしれない。本当ですか。うん、そんなういういしい時が次もあって。めっちゃ飛ぶね。すごい。小さい体で。うん。素晴らしい。ホープ、ホープです。ホープ。うちのホープです。はい。やっぱね、若さ大事でしょ。あー、右だ。照らってる。まあ。です。体が本当に痛いですね。あっちょっと23ヤードピッチングです。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスショー。あ、ちょっと届かなかったです。ご発いただきます。これ。あ、大きいかも。大丈夫。入れ入れナイスパーすごい。ですです。ナイスパー。これは嬉しい。ナイスパーです。ありがとうございます。たナイスです。パーです。ナイスパーです。ありがとうございます。ありがとう。はい。ナイスパットでした。ありがとうございます。嬉しかった。大丈夫ですか？大丈夫だよ。じゃマリーちゃんは何今もぐもぐしてたんですか？今あの塩分チャージをパクパク食べてます。変な虫がいた。今日はでもなんかあれですね、1回目よりは緊張はない感じ。はい、だいぶありがとうございます。お姉さんお姉さんが和ませてくれてるから和ませてくれてる和んでる、はい、和んでる。前回も楽しかったけどちょっと緊張がないです。あね、はい、まあ、2回目だからね。マリンちゃんは何歳の時からゴルフ始めたんですか？初めてクラブに行ったのは小学生くらいだったんですけど、うん、ちゃんと本格的に始めようと思って頑張ったのは高校生くらいだったんです。ああ、なるほどね。はい、で今大学4年生で大学でもなんかゴルフ部に入ってたよね。入ってます。でも今コロナで活動できてないからあんまりなんかゴルフできてないらしい。そうなんです。だからラウンドが結構久々で、なるほどね、いつも楽しいです。ベストスコアは？ベストは86です。おお、そうだよね。そのめっちゃだってドライバー200ヤード以上飛ぶよね。あれだよね。そうですね、200くらいですね。すごいよ。ドラコンのやつですごい飛ばしてた。あの伊勢プロのね。ああ、あれ今日見せてくださいよ、広いホールで。そうです。あの振りをできるかな。一回やってみるか。あれでマリンちゃんは、はい、あれなんだって、就職するのかなと思ったらこの後大学院に行かれるということ で、はい、
勉強中だそうです。そうです。大学院とかすごいよね。大学院ってあと何年間行くの？2年間。2年です。はい、まだまだ大学も超エリートの大学で、ハイスペックです。ハイスペックです。純ちゃんは何スペックなの？え、私何スペック？ミドルぐらいじゃない？ミドル。ミドル？わかんない。ハイだからなんだろう。ハイローミドルかな。行きますか。はい。よし。140あって、多いですね。このかな、奥だから50ちゃう。お湯で打ちます。え、何？130って書いてあるけど、いや、でも150ちゃう。あ、もう打てないよ。まあでもね、大丈夫です。戻ってきた。戻ってきた。はい。ちょっとまだ筋肉痛にいられません。マリー選手何番？私は7湯で。7湯。はい。打ちます。いい。ああ。右。ちょっと右使いました。あ、大丈夫そうです。大丈夫そうですね。はい。かわいい。自分で落としたクラブに足当たりそうなってこうやって言ってた。びっくりしてた。58で打ちます。下りのスライスラインですね。ダブったっつって、その後行けっつって命令してるのが面白い。面白かった。気持ちでカバーした。気持ちでカバーした。ライス。